黒猫のお客様。昔々、一人の貧しいおじいさんが、ほうきで床を掃きながら、ふうとため息をつきました。ああ、なんて今夜は寒いんだ。かがむと背中が痛むなあ。歳をとって、体が弱ってきた上に、金があまりないと、人生は辛いものだ。そうだ、今夜は土曜の晩だ。おじいさんは思い出して、にっこりしました。すると、痩せこけた土色の顔が、まるでしなびたリンゴの皮のように、しわくちゃになりました。一週間に一度だけ、土曜の晩は、おいしい肉のごちそうと、寝る前に、ミルクに浸したパンを食べる日だ。ミルクに浸したパンは、体をとっても温かくしてくれる。それで、よーく眠れるんだ。おじいさんは部屋の隅にほうきを立てかけようとしました。すると、その時、扉の向こうで泣き声がしたようでした。けれども、風は煙突に吹き込んで騒がしいし、雨は窓を激しく打つし、その上、とてもかすかな声でしたから、おじいさんは本当に泣き声を聞いたのかどうかわかりませんでした。おじいさんは耳を澄ましました。また泣き声がしました。前より大きな声でした。おじいさんは足を引きずりながら戸口へ行くと、扉をほんの少し開けました。風が勢いよく吹き込み、雨が強く降りかかり、痩せた黒猫が入ってきました。足は細いし、お腹もぺしゃんこ。尻尾はまるで黒い靴紐のようなみすぼらしい猫でした。それでも、と鳴いて、雨に濡れた冷たい体をおじいさんの足にこすりつけてくるだけの力はありました。おじいさんはびしょ濡れのこのお客様をタオルで拭いてやり、食器棚からミルク入れを取り出しました。そしてお皿にミルクを注ぐと床に置いてやりました。黒猫は喉を鳴らしながらお皿に飛びつき、ピチャピチャミルクを飲みました。お皿は空っぽになりましたが、まだ黒猫は満足していません。それどころか、前よりもっと大きな声で泣いて、大きな緑色の目でおじいさんの顔を見上げました。それから食器棚を見ました。おやおや、よっぽど腹が減っていたんだな。かわいそうに。とおじいさんは言いながら、またお皿にミルクを注いでやりました。そしてパンをちぎって入れてやりました。お皿は瞬く間に空になり、黒猫は前よりもっと大きな声で、にゃおーと鳴きました。それでおじいさんはもう一度ミルク入れを取り出して、お皿にミルクを注ぎ、パンをちぎってやりました。それもたちまち空っぽになってしまいました。黒猫は
ミルクを飲めば飲むほど、ますます喉が渇いてしまうようです。わしの分がほとんどなくなってしまったな。おじいさんはミルク入れを覗き込みました。それにパンもあと一かけらしか残っていない。いっそのこと全部やってしまおうか。おじいさんはミルクを最後の一滴までお皿に注ぎ、残りのパンもやりました。黒猫はこれもまた平らげてしまうと、舌なめずりをしながらひもじそうに部屋の中を見回しました。そして頭をひょいっともたげて、鼻をピクピクさせながら、尻尾を素早く振りました。背中の毛が立ってきました。食器棚の羊の肉を嗅ぎつけたのです。おじいさんの一週間に一度のごちそうです。黒猫は大きな声で、と泣き出しました。食器棚に爪を立て、おじいさんを振り返って見てから、夢中で食器棚を引っかき始めました。目が緑色のランプのように光っています。おじいさんはこらえきれなくなりました。食器棚を開けると肉の端を切って黒猫にやりました。黒猫はそれを一息に飲み込むと、また哀れな声で泣きながら、前よりもっと激しく食器棚を引っかきました。半分ずつだぞ。わしだって腹が減っているんだから、仲良く分け合おう。とおじいさんは残った肉を半分に切り、黒猫にやりました。ところが、おじいさんが残りを食器棚にしまう間もなく、黒猫にやった肉はもうなくなっていました。そして前にも増してひどく泣くので、おじいさんはとうとう諦めて、自分の分もお客様にやってしまいました。肉を食べ終わった黒猫は、えぇーと泣きながら、部屋の中を歩き回り、おじいさんを見上げます。黒猫は食器棚にまだ骨が残っているのが分かっているのです。おじいさんはせめて骨くらい取っておいて、後でよく煮て少しばかりのスープを作ろうと思っていました。でも黒猫の哀れな鳴き声に聞こえないふりはできません。まるで靴ひものような細い尻尾の黒猫に大きな訴えるような目で見つめられると知らん顔はできません。おじいさんは黒猫に骨をやりました。黒猫は飛びついてむさぼるように鋭い歯で噛んでいましたが、そのうち骨もすっかりなくなりました。すると、もう何もないのは分かったかのように、黒猫の鳴き声がようやく収まりました。黒猫は足取りも軽やかに暖炉で歩いていくと、前足をなめながら濡れた毛を整え始めました。首の周りと汚れた尻尾を念入りに手入れしています。あのひもじそうな骨と皮ばかりの黒猫ではなくなっているのに、おじいさんは気がつきました。毛は柔らかくふさふさになり、髭はピンと張って立派になりました。尻尾は膨らみ、さっきの2倍になっていました。天気が悪いと薪は思うように集められません。暖炉の火はちょろちょろ
消え入りそうでした。毛づくろいが終わると、黒猫は震え出しました。体がブルブル震え、尖った歯はガチガチ鳴っています。黒猫は火の近くに寄って背中を丸めました。お前、具合が悪いようだな、とおじいさんは言いました。おじいさんの手もかじかんで血の気がありません。薪をもう一本くべよ。すると炎が舞い上がり、黒猫の震えは止まりました。横になってお腹を温め、それからくるりと向きを変えて背中を温めました。足を動かしたり、ゆっくり尻尾を振ったりしました。黒猫は笑っているようでした。やがて喉をゴロゴロ深く、大きく鳴らし始めました。おじいさんはとっても幸せでした。薪がパチパチ燃えて、時計がカチカチ鳴って、お客様は喉をゴロゴロ鳴らしています。なんて心地がいいんだろう。なんて静かな気持ちだろう。なんて心がいっぱいなんだろう。おじいさんはお腹がペコペコだったのもすっかり忘れていました。薪が燃え尽き、炎が消えると、黒猫はまた震え始めました。歯のガチガチ鳴る音が時計の音と同じくらい大きく聞こえます。おじいさんは残っていた最後の2本の薪もくべました。すると、また喉のゴロゴロ鳴る音が聞こえてきました。おじいさんと黒猫は一緒に座って心地よく温まっていました。真夜中も過ぎてから、おじいさんは寝床に入りました。毛布にくるまって、空っぽの食器棚のことは考えないようにしました。その代わり、お客様のことを思いました。そうとも、わしがたっぷりご飯をやらなかったら、黒猫のお客様は飢え死にしていたかもしれん。しばらくすると、おじいさんは寝床の上に何かが乗ってきたように感じました。緑色の目が二つ光っています。黒猫が毛布の中に潜り込み、おじいさんにすり寄ってきました。喉をゴロゴロ鳴らしながら、眠くて気持ちがいいとき、猫がいつもするように、前足をかわるがわる動かしています。おじいさんは毛布を巻いても寒かったのですが、黒猫が気持ちよさそうにしていると、おじいさんも頭のてっぺんからつま先まで暖かくなりました。そしてじきにぐっすり眠り込みました。次の日の朝、ゆっくりと二人は起きてきました。風が止んで日が照っています。柔らかい粉雪が輝いています。おじいさんの家には食べるものがありません。ですから朝ごはんの用意はできません。薪がありません。ですから暖炉に火はつけられません。黒猫は戸口へ走っていき、前足を上げて、にゃーおと優しい声で泣きました。外へ出たいのです。おじいさんが扉を開けてやると、黒猫は外へ出ていき、輝く火の中へ進んでいきました。お前、ゆうべと同じ猫には見えないね。ゆうべより太ったようだ。まるで女王様のように
堂々としているじゃないか。毛もつやつやしているし、緑色の目が宝石みたいだね。これまでおじいさんは猫がしゃべるのを聞いたことはありませんでしたが、黒猫が振り返ってしゃべり出したとき、少しも驚きませんでした。私はあなたのミルクを飲んで、パンも肉も全部食べてしまいました。それに薪も全部使わせてしまいました。どうして私を追い出して扉を閉めてしまわなかったのですか？追い出すだと？扉を閉めるだと？おじいさんは戸惑って猫が言った言葉を繰り返しました。とんでもない。お前はびしょ濡れで寒くて震えていたじゃないか。それに腹ペコだった。でもお前、体も乾いて暖かくなり満足しているじゃないか。お前とわしは知らない者同士だったけれど、今じゃほら友達じゃないか。おじいさんはかがんで黒猫のふさふさした毛をなでました。さよなら、わしの友達よ、さよなら。黒猫は庭の小道を通り、塀を飛び越え林の中へ消えていきました。しばらくしておじいさんは粉雪の上に何の足跡もないのに気がつきました。家の中は空っぽで寂しくなってしまいました。おじいさんは部屋の片付けをして気を紛らわせようとしました。ところが不思議なことに、ミルク入れが重いのです。空っぽではありません。縁までたっぷりと濃くて美味しそうなミルクが入っていました。お皿も空ではありません。美味しそうな厚い羊の肉が乗っていました。そばにはパンもありました。カリッと焼けて香ばしい匂いがしています。部屋の隅の薪入れには大きな薪や小さな薪が山のように積まれていました。じきに暖炉の火が燃えて、フライパンの肉がじゅうじゅう焼けて、火のそばのパンとミルクの入ったお皿も温かくなりました。その晩、寝床に入って毛布をかけると、夕べのように頭のてっぺんからつま先まで温かくなりました。おじいさんはぐっすりと眠りました。それからというもの、おじいさんの食器棚が空っぽになったことはありませんでした。部屋の隅の薪入れに薪がなくなったことはありませんでした。黒猫は二度と戻ってきませんでしたが、おじいさんが暖炉のそばで居眠りをしていると、薪のパチパチ跳ねる音や時計のカチカチ鳴る音に混じって、おじいさんの友達が喉をゴロゴロ鳴らしている音が聞こえてくることがありました。